パラパラと振りかけてあげると、はい、はいどうもー、料理のお兄さんリュウジでーす。シラフです。まだ一滴も飲んでないです。今日はね、暑いので冷やしレシピ、暑い暑にぴったりの冷やし中華ならぬですね、冷やしイタリアン、冷やしパスタですね。これはね、やっていきたいと思うんですけども、めちゃめちゃうまいです。これシラフだとやっぱりね、なんかキレ悪いよね、俺ね。視聴者さんから全部酔っ払ってやってほしいみたいな声がもうものすごい届いてて、地上波に出演する僕に対してもクレームがすごくてですね、地上波で このチャンネルと同じことやってたら干されるから俺、ということでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料紹介いってみたいと思います。まあ、材料はね、シンプルです。はい。まず、パスタ、1.4 ミリ。これね、細いのにしてください。今回ね、冷たいパスタなので、冷製パスタには細いパスタが合います。冷たいものには、1.4 ミリ。はい。もっと細いのでもね、いいんですけどもね。レタス、まあ、洗ってあります。これね、2、3枚です。今回はですね、3枚ぐらい用意したかな。はい。2、3枚用意してください。ベーコン 40g。あと、卵です。はい。これだけ。で、今回は、やっていきます。ということでですね、まず外暑いじゃないですか。6月の初めなんですけども、これ収録してるのね。暑い、季節ってやっぱりこの外気が上がってくるとですね、料理にもこれね、意外とね、いろいろ影響が出てくるんですよ。常温に戻すって、あるじゃないですか。夏場はね、常温に戻すとやっぱり冬場よりも常温が高いので、外が暑いと料理にも影響してくるんですね。やっぱね、クールダウンが必要だと。あ、ちょっとこれ宣伝になっちゃうんですけど、僕 の著書がね、10万部いったんで、はい、ありがとうございます。はい、悪魔的なハイボールを作っていきますね。はい、これね、重要ですからね。はい、やっぱりね、暑いとね、料理する気にはなりませんので、体をね、冷やしていきましょう。乾杯。うわー、はい、ということで、まずやっていきます。レタス、この状態でね、千切りにしていきます。ちょっと長くても大丈夫。3枚ちょっと多すぎたな。2枚でいいですね、レタスね。ベーコンはね、いつもの通り、これこうしてこうしてこうですね。まず卵なんですけども、今ね、お湯沸かして茹でてます。はい、固ゆで卵、最初に用意しといてください。面倒だったらレンジでチンしてもいいです。黄身つぶしてね、タッパーかなんかに入れて黄身つぶして電子レンジに入れて、やってもいいです。はい、では火にかけます。フライパン、油引かないでいいです。でここにベーコンドンと入れて、ちょっとね、焦げ目をつけていきます。ベーコンね、炒めた方がね、美味しいのでね。はい、ちょっとね、表面カリッとさせていきます。油入れるとね、跳ねちゃう。たまに転がしながらね、はい、やっていきましょうね。今日ね、ベーコンね、結構でかかったベーコンなんですけども、これね、お好みなんですけども、そんなにカリカリにしない方が好きです。これでやっていきたいなっていうふうに思います。火止めちゃう。はい、そしたらですね、まあ、ベーコン入りましたね。そしたらね、先ほど切ったレタスも入れておきます。入れます。はい、ね、オリーブオイルね。あ、やべ、高いとこからやるの忘れた。高いとこからやるの忘れたから、ジップからオファー来ない。オリーブオイル大さじ1入れました。はい、で、あえておきます。本来ならばここで下味もつけたいところなんですけども、麺も茹でてないので前準備として、塩コショウしません。ここで塩コショウしてしまうと塩の浸透圧でレタスがね、しなしなになっちゃうんですね。油だけあえておきます。混ぜるだけしておきます。小鍋にたっぷりのお湯沸かしているので、ここにですね、塩、パスタを茹でる時のお塩なんですけども、僕は、お味噌汁ぐらいだと思ってるので、これぐらいの塩分量で小さじ弱ですね。はい、入れます。僕があんまり酔っ払ってない時に何がいいかっていうと、ちゃんと説明するところですよね。まあ、僕正直酔っ払ってる時のなんかこの間のもやしカルボナーラの動画とか全く覚えてないからね、自分が何をやってたか。大体レンジ料理だと酔っ払ってるよね、これね。茹でていきますよ。冷製パスタを作る時コツなんですけども、パスタはね、長めに茹でる。あとで冷水で締めるので、冷水で締めた時にかなりね、パスタブリブリになるんですね。なので、そのまま表示通りに茹でちゃうと麺硬いなっていう風に思っちゃうので、なので1分ぐらい、多めに茹でた方がいいです。6分が湯だったなってなったら、できたら氷水ね、で冷やしてやるだけ。
じゃあね、5分茹でのもんだったので6分ぐらい茹でましたんで、氷水で冷やしてください。氷水で冷やした方が段違いでうまいです。十分冷えるんでね、やっぱね暑い季節にはねいいです。で、冷てえなーってなったら OK です。これパスタね、こうやって絞ってください。で、水気がついてるとパスタ味ぼやけるんで、冷製パスタこれすっごい重要です。こんなに水出ます。はい、そうしましたらパスタを入れていきます。はい、お醤油、これが大さじ1。焼肉のタレなんですね。これ大さじ1。お酢大さじ1。おい、オリーブオイルです。はいはい、味の素をね、2振りしましてね、こうやって、盛大に跳ねたね、これね。混ぜこぜにします。はい、僕は、胡椒で、塩を入れていきます。盛り付けていきますよ。このね、レタスのシャキシャキ感がこれポイントですからね。具沢山でたっぷりですよ、これね。ない方は包丁で刻んでください。ある方はこういう僕の動画でもたまに出てくるんですけども、なんて言うんだっけ、はい、これですね。はい、これこうやってね削るんですよ。はい、そうするとねすごくね、かわいく削れるんですね、これね。最後残ったのはね、あとパラパラと振りかけてあげて、はい、胡椒してあげて、かけた方がもう一段とパスタ屋さんっぽくなりますんで、はい、はい、こちらで冷やしたい完成でございます。はい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。おかわりハイボール、ジャックダニエル召喚、プレイヤーにダイレクトアタックだ。いただきます。これうまいね。うまい、うまい。これこんなうまいのか。相当うまいぞこれ。あー、冷たい麺と冷たいハイボールです。もうクールダウンですよこれね。粉々にした卵、これがねものすごいコクを与えてくれますね。いつもかけてるけど、ね、タバスコ大好きなんですよ。これをねちょっとねちょっとかけて食べると、あー、これほんと美味しい。テラスで食べたい。初期の頃に考えたレシピなんですけども、初期の僕はねものすごいうまいもの作るね。3本目に酔っ払ってるとこも2本目に酔っ払ってるとこもあると皆さんね知ってると思うんですけども、1品目にめちゃめちゃ美味しいもんが来るとベロベロなんですよ僕。美味しいもん食べるとめっちゃ飲んじゃうので、これは早く進むわ。いつもの僕のレシピからすると工程は多いんですけど、ほんと美味しいですよ。たまらん。絶対そうなんですよ。ぜひね皆さん作ってみてください。ということですね、今日の動画いかがでしたでしょうか。まあね、思いの通りにやってしまいましたけども、目指すのが一つですね、楽しく料理をして美味しいものを食べようっていうとこだけですので、ぜひ高評価およびチャンネル登録、よろしくお願いいたします。